いやー、新しい秋のアウターとか欲しいな。だけども最近服高くてなかなか買いづらいよな。大山さんとかもセレクトショップのオリジナルでおすすめのアイテムとか紹介してくれるけども、いいんだけどもちょっと予算的に高いんだよな。もうちょっとトレンド感があるけども価格帯安いもので何かおすすめしてくれないかなと思ってる皆さん、こんにちは。スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですけども、冒頭にお伝えした通り、最近服が高いんですね。本当に以前に比べると価格がどんどん上がってるアイテムが多いので、まあそんな中でも皆さんにおしゃれを楽しんでもらいたいということで、今回は GU ですね。この中からおすすめのアウター、すごく良いものを発見して実際に購入をしてきましたので、皆さんに全力で解説をしていきたいなと思っています。まあファッションアイテムって色々とあるんですけども、その中でも僕はアウターだとか靴だとかバッグというところにはちょっと頑張って投資をした方がいいというですね、考えを持っているんですね。というのも着こなしの主役になるようなアイテムなので、そこさえちょっといいものを揃えておけば、まあ確かに全体のバランスは整うんですけども、そういうアイテムに限って単価が高いんですね。特にお洋服全体の中でもアウターは結構高い方に入るので、まあなるべくそこを予算を抑えたいという方もいらっしゃるかなと思うんですね。ですので今回はそんな時に頼りになる GU ですね。まあトレンド感は程よく漂いながらも、ものによっては僕たち大人世代にも使えるもの結構あるので、今回はそんな GU のアイテムの中からこのアイテムをセレクトしてみました。まあ早速紹介してみたいと思うんですけども、同じもので2色購入してみました。こちらのアイテムですね、商品名は CPO シャツということで、価格がなんと皆さん2990円ということで、これ以上価格を抑えたアウターってなかなか他にはないかなというぐらいですね、買いやすい価格設定になっています。カラー展開は4色ありまして、今回僕が購入したのはこちらのグレーと、そして2着目のブラック、そしてさらにはですね、ちょっと明るめのナチュラルと秋らしいですねダークブラウンの4色展開になっています。まあいわゆるですね、秋アウターの中でも結構定番的なシャツアウターですね。デザイン的には襟がついていて、着丈はシャツと同じように長すぎずというところで、適度に大人っぽさは漂うんだけども、アウターの中でもライトでサクッと羽織れるようなものが、まさにこのような CPO シャツと呼ばれるようなものなんですね。通常のシャツと違って胸元のポケットなんですが、まあ、左右対称に2つついていたりだとか、あとは生地がちょっと厚手でアウター的なんですね。まあ、このようなものだとまさに T シャツの上にさらえと着ると秋の着こなしが簡単に実現できるので、まあ、本当に便利なアイテムなんですね。まあ、セレクトショップのオリジナルでもやってますし、まあ、ユニクロにもですね一部似たようなものもありますが、 GU のこの CPO シャツめちゃくちゃ作りが良かったので、今回は実際にこちらを着ながらですね、大人の男性はどうこれを使っていけばいいのか完全解説をしたいなと思っていますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本をなるべく分かりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで実際に着てみましたが、いかがでしょうか。なかなかバランスのいい仕上がりかなと思います。ちなみに僕は身長164センチ、53キロと小柄な体型なんですが、今回選んだのは M サイズになります。ユニクロと比べると GU はトレンド感があって、サイズ感も少しゆとりがあるんですけども、かといってやりすぎたオーバー感はないので、全然着ていて違和感がないようなサイズ感ですね。ユニクロとワンサイズぐらい変わるかというと、そこまでは違わないような気がしますね。まあサイズ感も程よくゆとりがあって、大人の男性にも着やすいようなアイテムになってるかなと思います。まあ CPO シャツというのはですね、ディテールとしてはシャツと同じようなデザインなんですが、まあ襟はですね、アウター的にちょっと大きめになっています。あとはですね、このポケットですね、左右対称に蓋付きのポケットが付いているところで、アウター感覚で羽織れるのがすごく個人的には便利だなと思うポイントなんですね。そしてこのアイテムはですね、こちら腰の部分にポケットが付いているので、よりアウター的ですし、収納量も確保しつつ、なおかつ手を入れると落ち着くというですね、まあそういった利点もあるんですね。個人的にはこのポケットがあるのが非常に好きなんですね。なんかここにポケットがあると手を突っ込んで安心感を得たくなるというところで、すごく丁寧に作り込まれているかなと思います。で、肩のラインはこのあたりですね、ちょっと落ちている形で今のトレンド感をちゃんと拾っていますし、シルエットはボックス型ですね。ちょっとゆとりがあるんだけども、着丈が長すぎないので、割とこれだったら大人世代にも気軽に使いやすいかなと思います。で、素材はですね、ポリエステル 100% なんですが、チープに見えるかというと、
まあ、そんなこともないかなと思います。ちょっと前のですね、GU だと、物によっては、こう動くとですね、不自然な光沢感があったりして、まあ、化繊の素材を使ってるなというものもですね、少なくなかったんですが、最近ではそういったものがほとんどなくて、割と素材感も、この2990円というところを考えれば、決して悪くないなと思っています。まあ、ちょっとウールライクに見えるようなポリエステルの素材を使っているのが印象的で、このあたりも決してチープには見えないんじゃないのかなと思っています。で、カラー展開が4色あって、どれ選ぼうか結構迷ったんですね。というのもこのアイテムってオンラインで主に買うようなアイテムで、店頭ではあんまり見れないんですね。なので、ちょっと賭けだなと思って、その中でも一番最初に気になったのが、こちらのグレーという色なんですね。まあ、グレーといっても濃いものもあれば薄いものもあるわけなんですけども、こちらは中間的なミディアムグレーですね。濃すぎず明るすぎずというところで、まあ、ちょうどですねバランスが良くて、やぼったくも見えないというところで、なかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。実物が届くまではちょっとチープに見えないかな、おじさんっぽく見えないかなと心配だったんですが、着てみたところ全然その心配はなかったですね。非常に仕上がりがいいので、これだったら僕たち30代後半から40代の大人の男性でも十分に似合わせることができるんじゃないのかなと思います。まあ、着こなし方としてはそんなに凝ったことをしなくてもよくて、内側に白系の T シャツですね、これを着て少し爽やかな要素を足して、あとボトムスはブラック系で引き締めてあげれば、グレーとブラックはモノトーンで合いますし、白もですね、その中で重たくなりすぎないように白 T で少しバランスをとってあげれば、それだけで簡単にコーディネートを実現できますので、これ1枚持っておくとすごく便利かなと思います。もうちょっと綺麗さを出したい場合は、内側にちょっとシャツを持ってきたりすれば、さらに着こなしのバリエーションは出せるかなと思うので、まあ、そういった工夫さえすれば、これはかなり使い勝手がいいかなと思いますね。まあ、4色あるので色は結構迷うんですが、この他にですね、もうちょっと鉄板のブラックも購入しましたので、これもですね、違いも含めて皆さんに着替えて解説をしてみたいと思います。はい、続いてブラックの方に着替えてみましたが、いかがでしょうか。同じく M サイズを購入していますが、やはりグレーに比べるとブラックの方がギュッとですね、引き締まって見えるかなと思います。アイテム単体で見るとグレーの方が魅力的な感じがするんですね。ブラックだとやっぱりシャープでかっこいい感じはするんですが、ディティールですね、先ほどお伝えしたようなポケット部分とかも結構ですね、色が濃いのでそこまで浮き上がってこないんですね。そういったところではよりこうシンプルに着こなすことができるかなと思います。これはこれで個人的には大好きで、結構使い勝手いいんじゃないのかなと思います。グレーの方であればもうアウターを主役にしてしまって、内側だとかあとはボトムスはシンプルにまとめるといいと思うんですけども、ブラックの場合はこれ自体が割とこう地味なので、その内側に着るものだとかボトムスは少し工夫してあげるとバランスがいいかなと思います。まあ、先ほどもちょっとお伝えしましたが、このシャツアウターの内側にまたシャツを着てるんですね。で、襟元はあえてですねバンドカラーにすることでスッキリさせました。ここでレギュラーカラーのシャツを持ってくるのも悪くはないんだけども、個人的には同じシャツ系のアイテムを着るときには同じような襟が2つ重ならないようにすることが多くてですね、スッキリめのバンドカラーシャツを今回は合わせています。で、柄なんですがブルー系のストライプを選ぶことで着こなしの中に一つアクセントを作ったんですね。まあ、ブラックのシンプルな CPO シャツに対して、まあ、無地の白シャツだとちょっとこう退屈な感じがしてしまうので、ストライプのシャツで少し味付けをしました。で、ボトムスに関してもですね、いつも僕が大好きで履いているブラック系のパンツだと上下セットアップのような形で悪くないんですけども、ちょっとこうひねりが少ないかなと思ったので、今回はこちらですね、ユニクロ U のパラシュートカーゴパンツですね、そちらのオリーブを履いてみました。まあ、ブラックというですね、ギュッとこう引き締まるベーシックなカラーに対して、このようなオリーブ色のパンツってすごく相性がいいんですね。特にこのようなオリーブ系のカーゴパンツみたいなものは秋らしさだとか季節感も漂うので、こういったブラックのアイテムと合わせるとちょっとバランスがいいかなと思うので、こちらを合わせてみました。まあ、このような形でブラックのアウターを着るときには内側だとかボトムスに少し工夫をしながら合わせていただければ、これまた使い勝手がいいかなと思います。まあ、ぜひ皆さんもですね、コメント欄でグレーの方の着こなしとブラックの方の着こなし、どっちが好きか教えていただきたいなと思っています。で、今回選んだブラックなんですが、これまたですね、黒だったらそんなに違いが出ないだろうと思いきや、黒ほどですね、素材のチープさだとか変な光沢感っていうのがかえって目立ったりするんですが、これ着てみたところそういった変な光沢感もないですし、ものすごく高見えするかというとそんなことは
はないんですけども、2990円のシャツとしては上出来な質感に仕上がってるかなと思います。決してチープに見えないので、これは大人の男性にもかなり使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。今回2色グレーとブラック購入しましたが、その他にも、まあ、ホワイト系のナチュラルですとか、ブラウンがあるんですね。このあたりもめちゃくちゃ良さそうなんですよ。写真で見るとすごく良さそうなんだけども、実物を見た時にどう感じるのかってなかなか予想ができないので、まあ、ぜひ皆さんの中で買った方がいたらコメント欄で教えていただきたいなと思うんですが、ちょっと爽やかに見えるナチュラルも良さそうだし、あとはブラウンで秋っぽさを出すのもなかなか良いかなと思うので、このあたりも含めてぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか。皆さん、今回の動画では GU のですね、2990円驚きの価格帯の CPO シャツですね、こちらを実際に購入しまして、皆さんに徹底的に解説をさせていただきました。結論を言うと非常に良いアイテムで、皆さん大人世代にもしっかりとお勧めできるようなアイテムだったと思っています。まあ、かなり驚きですね。これぐらいの価格帯のもので、まあ、GU というとちょっと前まではやっぱり10代20代のイメージが強いようなアイテム展開が多くて、ちょっと僕ら世代には合いづらいかなというところがあったんですね、ここの中にも。まあ、素材感もちょっとしっくりこないし、デザイン的にもトレンド感強いかなというところもあったんですが、最近では結構ですね、そういったところも割とですね、より多くの方に似合いやすいようなものが増えてきてるような感じがしています。素材感もチープな感じみたいなのは全くなくて、非常に満足度も高いですし、まあ、デザイン的にも結構大人世代に使いやすいものもいっぱいあったりするので、まあ、そういったものはですね、定期的にピックアップをして皆さんにどんどん解説をしていきたいなと思っています。まあ、今回のシャツに関してはもうあとは色だけですね。これどれ選ぶのかがすごく重要になってくるかなと思います。僕は今回ブラックとグレーというですね、全く冒険しなかったわけなんですが、まあ、ナチュラルだとかブラウンのあたりもすごく良さそうな感じがするので、もし買った方がいましたらですね、コメント欄で感想をお伝えいただければなと思っています。まあ、これからもですね、こちらのチャンネルでは様々な価格帯のアイテム皆さんにご紹介したいなと思います。まあ、ユニクロだとか GU グローバルワークのような価格帯を抑えたようなものもご紹介しますし、セレクトショップのオリジナルだとかそういったものもご紹介します。ただやっぱりですね、チャンネルの一つの目的としておしゃれを楽しむ大人の男性を一人でも増やしたいという思いがあるので、まあ、GU のですね、この価格帯非常にありがたいと思います。気軽に買って自分の中の価値観を広げることができるかなと思うので、まあ、このあたりのアイテムもこれからもですね、どんどん解説をしていきたいなと思っています。とは言いつつ、もうちょっと価格帯の上のアイテムだとか凝ったアイテムとかも知りたいんだよなという方のために、実はこちらのチャンネルとは別に YouTube のメンバーシップチャンネルというものもやっています。セレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、あとは専門ブランドですね、このあたりのアイテムをですね、僕自身が実際に買ったものなんかをですね、まあ、存分にお伝えしながらですね、展開しているチャンネルになっています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週1でライブ配信やってるんですね。そちらの方では皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形で運営してますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくりと動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンというものもやっています。こちらの方ではですね、動画ではなくて写真と文章ベースでおすすめのアイテムを僕の方でも毎日ですね、皆さんにご紹介をしています。まあ、最近では新しい企画をやっていまして、参加者の皆さんのコーディネートを写真で送っていただいて、それに対して僕がですね、甘口で診断してアドバイスを行うみたいなコーナーもやっています。まあ、こちらも気になる方はですね、動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。